中国が例によって領海侵犯を繰り返す。現在の尖閣諸島に何が起きているのか、いつもよりさらに深掘りしてみていきたいと思います。もし石原慎太郎元東京都知事が尖閣諸島を購入していたら、今日の状況は違っていたかもしれません。民主党政権時代の判断ミスが中国の影響を直接受け入れる形となり、問題が複雑化しました。尖閣諸島での中国船の拿捕瞬間を公開した海上保安庁の職員の勇敢な行動も、決して忘れてはならない重要な出来事です。沖縄県知事の選挙を控え、変化が。2024年7月2日から4日にかけて、最大約42時間にわたって、沖縄県尖閣諸島周辺の日本の領海内に、3隻の中国海警局の船舶が侵入しました。海上保安庁からは、今年に入って、通算24度目の領海侵犯と発表されました。今回のケースは、尖閣諸島周辺の日本領海内において、出漁していた日本の民間漁船2隻を追いかけて、中国海警備局の船舶3隻が漁を妨害する目的で領海侵犯を行ったと推理されています。こうした行いが常態化しているのです。中国海警備局の最近のこうした尖閣諸島周辺海域での行動は、4隻1セットで活動していることが多かったため、今回1隻少ない3隻で領海侵犯したというのは、どんな理由があるのかも気になるところです。こうした尖閣諸島周辺の日本領海に、中国海警備局の船舶が侵入を行ったのは、直近では2024年6月24日以来とされており、今年はすでに通算で24度目になっていて、月平均4回、同様の事態を起こしている計算になります。沖縄県の尖閣諸島の周辺海域が管轄エリアである海上保安庁の部署は、沖縄本島に本部がある第11管区海所保安本部ですが、同本部では、引き続き、こうした事態の警戒と監視を続けると表明しています。ここ近年、海上保安庁の活動は、日本国内の大手マスメディアでも、こういった尖閣諸島周海域での中国船舶との対峙のニュースが取り上げられることが多くなりました。海保が、日本の領土防衛の最前線にいるという感じを受ける人も多いようです。そういった海上保安庁を歴史の上から生い立ちを紐解いてみます。創設されたのは太平洋戦争敗戦から3年後の1948年昭和23年に遡ります。アメリカでは軍隊の一種であるアメリカ合衆国沿岸警備隊 US コーストガードを参考にして設置されました。現在、海上保安庁は英語での名称はジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊と定着していますが、以前からというわけではなく、2000年まで同組織を管轄していた当時の運輸省が変更して以後からとなります。それまでの海上保安庁の英語名称はジャパンマリタイムセーフティーボードあるいはジャパンマリタイムセーフティーエージェンシーとされていて、これがジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊に改められたものです。英語名称改定の理由は、広く国民に海上保安庁の行う業務を分かりやすく理解してもらうことが目的で、同組織のロゴやマークを含めて変更したとためと説明されているようです。世界的標準に合わせたと言うべきでしょうか。さらに2001年には海上保安庁管轄が運輸省から国土交通省へと変更されたこともあり、以後同組織の船舶等にはすべてジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊の表記が施されるようになりました。日本における海上保安庁のあり方は、法治国家の原則に鑑みて海上保安庁法によって規定されています。その第1条において活動領域は自国の領海、接続水域、排他的経済水域及び日本とアメリカの SAR 協定に基づいた捜索救助区域と考えられています。しかし現在は、実際の海上保安庁法第1条では、海上保安庁の活動範囲は、海上という非常にアバウトな文言が記述されているのみです。日本を取り巻く沿岸部のみに限定せず、必要に応じて世界中で活動することが想定されていると言えましょう。ただし、
海上保安庁が1948年に設立された際、県の第1条は、活動範囲を、港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域と記述とされていたものですが、以後の情勢変化から、現在の表記に改定されたと経緯がありました。一例としては、大型巡視船として、1992年、平成4年に就役した際には、世界で最大規模を誇った直島に課せられた任務とも関わっていて、当時の日本の原子力発電施策を円滑に進める意図がありました。当時、日本は、自国内の原子力発電所で発生した使用済み核燃料を、イギリス及びフランスが運営する再処理工場に送り、そこで、プルトニウムと放射性廃棄物に分離し、保管する体制をとっていました。この状況から見ると、日本では、原発の稼働継続イコールプルトニウムと放射性廃棄物の増加という状態でした。なので、プルトニウムを再度燃料として使用するプルサーマル方式の発電を行うことにしたのです。そのため、日本へプルトニウムを輸送する必要が生じたわけです。ということは、核兵器の材料となり得るプルトニウムを外敵から守る手段を講じる必要が生じました。まず、イギリスからのプルトニウムの輸送のため、同国の貨物船に武装要員を同乗させました。続くフランスからのプルトニウムの輸送には、日本のハレシン丸が従事しましたが、この艦船には、64式小銃を装備した海上保安官が同乗した上に、さらに、フランスやアメリカの海軍艦艇が護衛任務につけられたのです。2011年、平成23年3月11日の大災害による原発事故を目の当たりにすると、そこまでして原発が必要なのかとも思いますけどね。こうした流れから、以後は日本独自でプルトニウム輸送を護衛する船舶を用意することが検討され、海上保安庁がその任に当たることになりました。ヨーロッパから日本までおよそ2万海里もありますが、保安上の理由から、無寄港で航行可能な船舶が求められたのです。そこで、目的離港のために建造されたのが大型巡視船の敷島でした。総トン数7175トン、全長 150.0 メートル、全幅 16.5 メートル、深さ 9.0 メートルのサイズで、就役時には世界最大の巡視船でした。敷島は、機関部には4機のディーゼルエンジンを搭載し、最大速力25ノット、航続距離18ノット、巡航で必要な2万海里を確保し、乗組員は110名と航空要員を別に30名を収容、回転翼機2機も運用できました。兵装としては、90口径 35mm の連装機銃を2機、20mm バルカン砲2機を搭載、海上保安庁の巡視船としては、2024年の現在でも、最も重武装な巡視船であると、言えるクラスのものだそうです。こうして建造された巡視船敷島は、就役年の1992年11月、計画通りに、フランスからプルトニウムを輸送した暁丸の護衛任務に従事しましたが、それ以後はプルトニウム輸送が中止されたので、通常の巡視船として運用されることになりました。この初代巡視船敷島は、2024年4月には、老朽化のため退役しています。当初は、改修工事をして、就役年数を伸ばすことも検討されたのですが、32年に及ぶ就役期間を終えました。こうした海上保安庁の巡視船が対峙しているのが中国海警局ですが、同組織は、2018年に組織再編を経て、準軍事組織である武装警察管轄下に入ったため、事実上、中国の第二海軍と言うべき位置づけに変化しました。2012年、日本政府が尖閣諸島を国有化した時点では、保有船舶の総数は、海上保安庁がおよそ50隻、中国海警備局がおよそ40隻で日本側がリードしていましたが、今や完全に逆転されてしまいました。2024年時点では、海上保安庁保有の船舶総数は約70隻ですが、中国海警備局船舶の総数は、実に160隻に迫るくらいに増強されていて、この12年間で4倍になったと見られています。ただし、
日本にとって幸いなのは、中国は尖閣諸島を含む東シナ海だけでなく、南シナ海でも複数の周辺国と軋轢を強めているので、中国海警局の全船舶が日本に向けられたものではないという点でしょう。いずれにせよ、中国が海警局の船舶数をはじめとして体制強化を進めているので、日本側も海上保安庁の船舶数を増さざるを得ません。人員をはじめ、多くのリソース拡充に予算増を強いられる状況に陥っているというのが政府の見方です。